ホンスキーズブックのコーナーです。このホンスキーズブックはですね、Facebook イベント、みんなで1万冊読めるかなーにね、投稿されたレビューを、まあそこから抜粋して紹介しているんですが、まあこの Facebook イベント、みんなで1万冊読めるかなーなんですが、まあまあイベントのね、参加している皆さんで読んだ本を投稿するだけなんですね。で、誰でも参加できる、1万冊読書会となっております。で、1万冊達成した年も、まあ、達成しなかった年もあるんですが、新しい本との出会い、そして新しい本好きと出会えるっていう、このイベントで、まあ、それだけでね、まあ、満足をしちゃうんですよね。で、参加条件は、本が好きな本好きであれば OK。もちろん無料イベントです。Facebook でね、みんなで1万冊っていう風に、検索していただきますと、まあ、出てくるので、まあ、ご興味を持った方はぜひぜひ、参加してね、1万冊今年はね、行きたいなと思ってるので、よろしくお願いいたします。で、もちろん他の人がすでに、読んでいる本をアップしても大丈夫でございます。まずは1冊目。ラジオネーム、ハッチさん。競歩王、ぬかがみおさんが書かれました。天才高校生作家誕生という触れ込みでデビューした春名忍。第一作は20万部も売れた。2020年のオリンピックが東京に決まった頃だ。だが、その後、大学生となった忍は思うような結果を残せず、くすぶっていた。そんな折、学内のテレビで流れるリオオリンピックハイライト番組で、競歩の結果を目にする。独特な競技スタイルを不思議に思っていると、背後で男子学生が号泣していた。こいつは一体何なんだ？その夜、忍は担当編集者から、次作は東京オリンピックに向けてスポーツ小説はどうかと勧められ、思わず競歩と口にしてしまう。みんなで1万冊読めるかなの、他の方の投稿で見て手に取った作品。競歩はあまりテレビでも見たことがなく、ルールもわかりませんでした。50キロ競歩もあり、過酷なスポーツ。ゴール手前でも失格になったりするそうです。今後のオリンピックでは競歩も注目して応援したいと思います。というレビューをいただきました。で、この小説のね、競歩王にはね、なんと、モデルがいるんですよね。小林快選手、26歳です。3年前の世界選手権で銅メダルを獲得した実力者なんですよ。で、もともとね、長距離の選手で、ま、中学生の頃から箱根駅伝を走ることを夢見てきたそうなんですね。で、高校は駅伝強豪校の秋田工業に進んで、3年生の時にはですね、全国高校駅伝に出場するなど、まあ、夢の箱根駅伝に出場に向けてね、着々とね、歩んでこられたんですよね。ところが、大学3年生の時に厳しい現実を突きつけられたそうです。タイムが伸び悩むと、コーチにある選択をこの小林快選手は迫られたと聞きます。走りとしては選手として部に置いていくことはできないという話をされたそうなんですね。走るなら部を辞めてどこかで走る。それが競歩か。あとはマネージャーになるかっていうこの三択を選んでくれないかと。行き通りでもなく絶望ですかね。これまで見ていたものが急になくなったっていうこのコメントをね、こうあるんですよ。で、追いかけてきた夢を失って競歩に転向した小林選手。当初の心境がこの小説、競歩王にも描かれているんだそうですよ。どうですか？ちょっとこう読んでみたくなりませんか？で、この著者のぬかがみおさんなんですが、1990年生まれ、茨城県の出身です。日本大学芸術学部文芸学科卒業、東京都在住です。2015年には第22回松本清張賞、第16回小学館文庫小説賞を受賞。日本文芸家協会の会員でもあります。2019年4月からは大正大学表現学部表現文化学科客員准教授として活躍されています。兼業でね、フリーライターもやっているそうなんですよ。で、他の著書にはですね、この箱根駅伝を別の角度からね、ご飯ね、
というところから、こう食事っていうね、あのテーマで書いたタスキ飯だとか、あと君はレフティ、小説空の青さを知る人よなどがございます。教法ってね、あのあれですよ、必ずね、足のどこかが地面にね、ついてないとダメなんですよ。走るとね、こう浮くじゃないですか。両足ともね。だから両足が浮いてしまうともうその時点で失格になるっていうね。なかなか大変な競技でございます。まあね、オリンピックもあと5ヶ月ぐらいになってるんでね。ちょっとこの辺、注目してみたいですよね。